こんにちは、Eテレ大好きプリママです。2019年から2023年までお母さんと一緒の体操のお兄さんを務めてきた誠お兄さんこと福尾誠さん。とっても爽やかなイケメンで、子供たちはもちろんお父さんお母さんからも大人気でした。前任のよしお兄さんが14年間ととても長く体操のお兄さんを担当していたこともあり、卒業時にはまだ卒業は早すぎると卒業を惜しむ声がたくさん寄せられていました。そんな誠お兄さんはお母さんと一緒を卒業後どのような活動をしているのでしょうか。今回の目次はこちらです。現在のプロフィール、卒業理由は、気になることを聞いてみた、ミュージカル世界名作劇場のツアー、現在はお父さん。なお、気になることを聞いてみたでは、卒業後のお兄さんに正直プレッシャーはあったのか、お兄さんにとってお母さんと一緒はどんなものだったのか、今後の活動についてはどう考えているのかなどなど、とっても興味深いインタビューをご紹介いたします。動画下の概要欄に目次を作りました。気になるところから飛ばしてご視聴いただけますので、ぜひご活用ください。まずは第12代体操のお兄さん、誠お兄さんのプロフィールを確認しましょう。本名福尾誠、生年月日1992年1月11日、年齢2024年度現在32歳です。出身地東京都、身長172センチ、趣味掃除映画鑑賞、好きな食べ物焼肉お寿司、好きな色ゴールドネイビー、落ち着く場所お風呂。順天堂大学大学院スポーツ健康科学研究科博士、前期課程終了。そしてなんと小学生から体操を始めた誠お兄さんは体操選手として16年結果を出し続けているのです。この通りルックスに加え、ものすごい経歴のお兄さんということがわかりますね。ここで2023年2月20日に行われた卒業会見の様子を振り返りましょう。子供の頃から夢だった体操のお兄さんを務めたことはとても楽しく夢のような時間でした。ありがとうございました。この素敵なバトンを次の世代につなげたいという思いが強くなり、卒業を決意しました。今まで直接皆さんに会えなかったので、今後も体が動く限りはパフォーマンスを続けていきたいと考えています。なお、芸能プロダクションの所属については機会があれば検討させていただきたいです。自分のパフォーマンスを見ていただいて、かっこいいという声がすごく嬉しかったです。体操のお兄さんのバトンを次の世代につなげたいという思いがあったのですね。また誠お兄さんは体操のお兄さん就任期間のほとんどが感染症流行による影響で子供たちと直接会えない期間でした。歌のお姉さんや体操のお兄さんになる人は子供たちに歌やパフォーマンスを届けたいと思っているでしょうから、辛かったと思います。そして今後の活動については、皆さんとお会いできる機会で生で見ていただけるパフォーマンスをしたいと思っていますと話してくださいました。卒業後もパフォーマンスは続けていくということですね。誠お兄さんに気になることを聞いてみた。6歳から体操競技を始め、選手として16年、コーチとして5年のキャリアを積んでいた誠お兄さんの夢はご存知ですか。それは子供たちのヒーローになること。誠お兄さんはそのイメージにぴったりの活躍を見せてきました。ここからは岡越卒業後の2023年7月にオリコンニュースにて答えていたインタビューの内容を参照しご紹介します。ひろみちお兄さんは13年、よしお兄さんは14年続けてきました。大先輩の公認という重圧もあったのでは。不思議とプレッシャーは感じていなかったというか、正直気持ちが追いついていませんでした。その重みやその先に何が待っているかなど何も知らない中でスタートして、ただ体操のお兄さんは子供の頃からの夢の一つだったので、それが叶った嬉しさの方がプレッシャーより何より大きかったです。ただ1年出演してもう1年と続いていく中で、14年勤めたってすごいなと感じています。順天堂大学で体操の選手コーチとしてのキャリアを積んできましたが、体操のお兄さんが夢でもあったんですか。親族に保育関連の仕事をしている方がいて、僕も幼少時から多くの子供たちと接する機会があったんです。その時おもちゃで楽しく遊んでいても、お母さんと一緒が始まるとみんな釘付けになる、どういうことだとその姿を見て衝撃を受けましたよ。子供の頃からヒーローになりたいという夢はあったんですけど、その時に僕の中でビビッときて、テレビに出演してこんな人になりたいというよりも、子供たちを釘付けにできるヒーローになりたいという気持ちが強く芽生えたんです。横山大輔さんとのダブル主演ファミリーミュージカル世界名作劇場2023から24に出演していましたね。これまではスタジオで活動することがほとんどだったため、数多いステージで直接皆さんとお会いできて表現を見ていただける空間が楽しいんです。内容がすごく濃くて、今までにない新しいチャレンジも入れていて、これまでになかった部分も出せています。0歳から大人までみんなが楽しめる作品になっている自信がありますので、ぜひ見に来ていただけたら嬉しいです。お母さんと一緒という番組の出演は、誠お兄さんの人生にとってどんな経験になりましたか。僕の人生のすべてです。
小さい頃からの夢が叶った瞬間であり、それが続いた期間、これから先の長い人生の中の一番大きな、一番大事なものです。それに人生の最後に思い出すのは番組のことだと思います。お母さんと一緒があったからこそ今の自分がある。もしこの先挫折や壁にぶつかったとしても、それを乗り越えるための糧になると思います。まことお兄さんの今後はどんな活動をイメージしていますか？教えてください。軸は体操です。小さい頃に始めて、その後オリンピックを夢見続けた期間、演技をしていた期間、体操を勉強して人に教える期間があって、体操として体を動かす表現の期間がありました。体操を軸に表現の仕方が少しずつ変わっているんです。今後も体操を通じて新たな表現を見つけていきたいと思っています。それでは、まことお兄さんは現在どのような活動をしているのでしょうか？まことお兄さんの現在の活動、まことお兄さんの1年の活躍をまとめるとこのような感じでしょうか。タレント活動、イベント出演、テレビ出演、体操インストラクター、ファンクラブ会員とのファンミーティング、タレントとしてもテレビに出演しているほか、ミュージカルでも活動しており、とてもマルチに活躍されています。ミュージカル世界名作劇場のツアー、特に注目されたのは大輔お兄さんと出演した全国ツアーです。まことお兄さんは2024年2月まで全国を回るミュージカル世界名作劇場のツアーに出演していました。まことお兄さんは2024年2月まで全国を回るミュージカル世界名作劇場のツアーに出演していました。世界名作劇場とは、体操のお兄さんの OB 大輔お兄さんこと横山大輔さんと、脚本演出家の岸本浩輝さんが制作したファミリー向けミュージカルです。まことお兄さんは2023年5月スタートのミュージカル世界名作劇場2023から2024に出演していました。アラビアンナイトがテーマのミュージカルで、大輔お兄さんはシンドバッド、まことお兄さんはアラジンを演じています。大輔お兄さんとまことお兄さんのダブル主演、豪華ですよね。まことお兄さんがミュージカル出演と聞いても特に違和感はないと思うのですが、実はまことお兄さんは今回のミュージカルが初出演なんだそうです。ちょっと意外ですよね。体操のお兄さんになる前は体操インストラクターのお仕事をしていたまことお兄さんですが、お母さんと一緒を通して子供たちと触れ合いながらパフォーマンスをすることに興味が湧いたのかもしれませんね。世界名作劇場は2017年にスタートして、来場者数10万人を突破した劇団です。まことお兄さんは今後も大輔お兄さんとタッグを組んでミュージカルで活躍していくのではないでしょうか。まことお兄さんはお父さん、まことお兄さんは現在結婚して2人の子供がいると言われています。文春オンラインの当時の記事によると、体操のお兄さんに就任した2019年当初から恋人さんがいたようですね。当時取材班のもとには、東京スカイツリー付近のある町で小柄な美女とデートをしていたなどの目撃情報が頻繁に寄せられていたそうです。交際情報がもたらされてから2年が経ち、誠お兄さんが結婚し父親になったという情報を取材班は入手したようです。記事には2021年7月14日、自宅から出てきた誠お兄さんに声をかけた様子も紹介されていましたが、 NHK や視聴者の方々にいろいろと配慮したコメントをされており、話せることはしっかり話しますというようなスタンスで、逆に好感度が上がったように感じました。2021年で生後数ヶ月ということは、2024年現在は双子の子供たちは3歳ぐらいでしょうか。誠お兄さんの子供だったら絶対に可愛いですよね。誠お兄さんがパパだったことは驚きでしたね。お家では子供たちと一緒に体操しているのかもと想像すると微笑ましいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回は体操のお兄さん、福尾誠さんの現在についてまとめてみました。もしかしたら今後は誠お兄さんのテレビ出演が増えるかもしれないですね。それでもテレビで誠お兄さんの活躍が見られるのは嬉しいですね。今後の活躍も応援しています。バイバーイ。